はい、未来予測 YouTuber 岡本明弘未来予測時事チャンネルの岡本明弘と申します。本日もよろしくお願いいたします。本日はちょっとパワーポイントのみにの動画とさせていただきます。ただいまの時刻がですね、5月31日13時22分になります。本日のお題は SBI 証券金融庁との癒着、その先にはバブル崩壊後の金融銀行の再来が見える、野村証券竹中平蔵の名前も出てくる、由々しきことだということの前編でお送りさせていただきたいと思います。SBI 証券についてはですね、前にも動画でですね、顧客の口座情報を無料で売り渡していたという話をしまして、それがまあ金融庁と接近だそうで、いよいよ第二の野村証券を目指す気なのかもしれないと、北尾さんにも田淵さんと同じ運命が待ってるのかもしれませんねっていうところですね。かもしれないですねこれ。新聞記事は日本経済新聞2020年5月29日 SBI 証券金融庁と急接近 OB 登用相次ぐという動画で紙面を使わせていただきました。つまりですね、 SBI 証券不良銀行を引き取る代わりに不正のもみ消しかいなという疑惑を持ちかねる記事ということで、バーターじゃないのかっていうような疑念を持ちながらという記事をご紹介させていただきたいなと思います。以前 SBI 証券については日経動画として YouTube に流しました SBI 証券この詐欺に近い取引を見ていただければと思います。その一部の部分ですね、前半の部分をご紹介をさせていただきたいと思います。概略の部分ですね。この2019年11月18日覗かれる株注文データ、高速回転取引、個人に先回りということで日経新聞に出たものをこのすぐ動画にしたんですが、それをまず最初におさらいをしておきます。株の売買注文を出した何者かに瞬時に先回りされている、個人投資家からこういう声が上がるようになったのはつい最近のことだ。それでその不満はネット証券最大手 SBI 証券のユーザーからのものだ。市場で何が一体起きているのか探ると、高速回転取引で売買を探る FET ハイフリークエージェンシートレーディングの業者の関与が見えたということで、これですね、個人投資家が SBI 証券に注文を出します。ジャパンネクストというところを通して投資をに行くんですが、この注文データがフィットの方に漏れまして、ここ早いですからね、東証の近くにも本当にスパコンを置いてますので、これが例えば1秒だとすると、こう 0.1 秒でこう注文出しちゃうわけです。そうするとここの反対の取引だったりいろいろすることによって、この差額で儲けたり、この差額で損を防いだりっていうことができるという、ただこれだけですごい儲かるという仕組みのシステムになります。一応 SBI 証券さんこれやめたと言ってますが、果たしてどうなのかこれは分かりません。たとえわずかな時間であっても、自分の注文を市場にサーフスサーフのもろ刃の剣になる。高速で売買する FET 業者に HFT ですね、業者にその注文を見られて注文を先回りされる危険性があるからだということです。先ほど話した通りですね。金融庁とはということもちょっとこれから頭に置いて見ていただければと思います。これもちょっと予備知識ですね。金融庁は預金者や保険契約者、投資家の利益を守るための組織。金融庁は銀行や証券会社などを利用している預金者や保険に加入している保険契約者の利益を守るための組織でもあります。銀行業務や貸付企業の健全性を検討したり、保険業法をもとに保険商品を販売している企業に対しても指導監督を行っています。他に、証券市場の監視監督も含まれています。
投資家保護の観点から不正行為などの犯罪を監視、調査するような権限が与えられており、企業で行われるインサイダー取引や上場企業の粉飾決算など市場に悪影響を与え、投資家の信頼を損なうような不正がないかどうかを監視しますということで、引用、財務省と金融庁の役割等から引用させていただきました。これ分かりやすいんです。子供向けに出したやつですね。暮らしと金融っていうことで、まあ、金融庁のやってることで、検査とは、金融機関がちゃんとしているか、法律のルールを守って仕事しているかなどの、金融庁の検査官が各金融機関に直接出かけて調査を行うこと。監督とは、金融機関が定期的な報告を受けながら、各金融機関の仕事ぶりについて、絶えずチェックすることなんだということで、まあ、これ子供向けで非常に分かりやすいあれですね。はい。これらを踏まえて、今回この記事、解説していきたいと思います。将来的に全国10校以上と業務提携すると公言する SBI ホールディングス、地銀連合構想が、嘘でないと信憑を持ち始めたのは、金融庁と急接近しているからだ。同庁 OB を次々とスカウトし、同構想を推進する事務局長に、地銀を監督する銀行第二元課長長谷川氏を招く人事を固めた。金融庁も頭痛の種である限界地銀に手を伸ばす SBI 証券を認知せざるを得なくなったということで、今どういう、まあ、癒着人事が行われているかということで、まあこれだけの人がですね、 SBI 証券と絡んでますよと。元金融庁での、まあ、審議官だったり、長官だったり、統括審議官だったりした方が、どんどん SBI 証券の OB と、SBI 証券に入ってきてますよということになると思います。五味さんなんて初代だったと思うんですが、かなり有名な方ですが、この方も、まあ、SBI 証券の中にいますよということですね。ちょっとまあ、もうこれ見ただけでもちょっと胸くそ悪い方もいらっしゃるのではないかなと。思いますし、私も気持ちよくないですね。こういうの話聞くのはね、また癒着人事という天下り人事ですよね。典型的な話にならないってやつね。ビジネス重視の SBI から見ると、金融庁は煙たい存在のはずだ。4人には金融処分庁と揶揄されるほど行政処分を連発した時代の幹部も含まれている。それでも金融庁 OB を受ける SBI の思惑は何かということで、まあこれからまあ言う SBI 証券の思惑っていうことについて日経が書いたので、超表面的、比例的と思って読み上げていきますね。はい。地方創生や地域金融機関の再生は国家的課題。政府や地方公共団体と連携し取り組む必要がある。北尾氏が構想を公的なものだとして強調していた。金融庁の存在を無視できなくなったのは19年3月、金融監督庁の幹部がお忍びで SBI の北尾社長に接触してきた。通貨銀行を資本支援する意思があるかどうか、ゆくゆくは買収して傘下に収めるつもりはあるのか、本音を確かめようと思えた。確か家電エディオンですか、最終的にまあなって、まあ、ここが来るよりは良かったんで、じゃないかなという気がしますね。ちなみに通貨銀行って今でもそんなに成績悪くないっていうのを付け加えておきます。この事件があった割にはと思うんですけどね。はい。まあ いずれなんかデータを出す機会があったら出したいなと思ってますけれども。かつての金融庁であればその誘い水に乗ってなかったはずだと。そうでしょ？で、SBI に近い関係どころか緊張関係にあるからだ。グループ会社に行政処分を下したこともあり、金融庁傘下の証券取引等監視委員会が収容に SBI を監視していた。それが一転、困った時の SBI の出方に期待を抱くように変化していく。島根銀行、福島銀行、筑陽銀行、清水銀行、SBI が提携を発表した地銀は、金融庁が18年までの検査で持続可能性を検討していた限界地銀だった。スポンサー探しに苦労していた金融庁の幹部が19年秋、
賃貸制に渡りに船と思うようになったと語った。限界賃金を見過ごせない金融庁は苦境に陥った時、資本支援に動いてくるスポンサーとして頼りにし始めたと。まあこの辺も実を言うとちょっと別な理由があるなと。そもそも金融庁は何でできたのかという話に、まあ陰謀論に近いようなところをやってらっしゃる方はもうすぐ分かると思うんですね。まあ金融の裏をしてらっしゃる方、まあロスチャとかよくしてらっしゃる方も分かると思うんですけれども、まあその辺を含めてという流れにはなっていくと思うんですけれども、それはまた別な動画で流していきたいと思います。今回ちょっとそこに入れないんで、そこその手前で止めておきます。ここまでが日経の引用なんですが、まず最初に SBI の思惑として、おそらくは日経に出た回転売買取引の不正などの 話は氷山の一角であり、たくさんの不正があることが想像できると。それを金融庁 OB をもってもみ消したいという思惑はありますよね、というところですね。まあそう考えるのは僕普通だと思うんですね。一応パワーポイントの方はここでちょっと止めまして、まだちょっと先あるんですけれども、それがもう僕もすぐこれパッと気がついたんですけど、こういう表面的なものを日経さんの出した理由がね、あんまり国家命題とかさ、そんなこと言ったらもう完全になんか嘘っぽくなりますよね。そんなこと考えるわけないんでね、一般企業がね、国家のなんとかなんて考えるわけがないし、そんな証券業界にいる人がそんなこと考えるっていうのもちょっと考えられにくいんで、嘘じゃないのって思うところはあると思います。だからまあそういうふうに考えると、こっちの方が可能性あるんじゃないのっていうのは誰でも思いつくところがあります。別にこの会社に対する名誉毀損でもないとは思うんですね。一応後半の方はですね、これまた続きの方でやらさせていただきます。ではまず前半の方を終わらせていただきます。では以上です。